セーブルアンテロープとは、牛かブルーバック族に分類される霊用の一種。体長はおおよそ百九十七から二百十センチメートル。肩高は百十七から百四十センチメートル。体重オス二百六十キログラムメス二百二十キログラムで、霊用の中では、大型の部類に入る。セーブルの名を冠す通り、オスは頬にかけての横顔と腹部を除けば、全身黒褐色の毛皮に覆われているが、 メスや子供は茶褐色である。オス、メスともに下腹部の毛色は白い。頭部に長く湾曲したサーベル状の角を生やし、個体によっては1.5メートル以上に達する。角でライオンを殺すこともある。首筋から背中にかけて、皇室の縦髪を生やしている。水場に近いソリンや草地に生息。メスと子で主に群れを作り、オスは、 繁殖期になると縄張りを形成しメスを囲い込む。他の玉ひずめ類や、牛か動物同様、オスは互いの優劣を競うため、角を交えて、儀式的闘争を行う。天敵は、リカオン、ブチハイエナなど。ケニアから、南アフリカ、アンゴラからモザンビークを中心に分布。アンゴラに生息するアッシュジャイアントセーブルアンテロープ、もしくはオークロレイー,ーは、 密漁のため残り数百頭しかいない。クリティクリーエンデンジャード。ありがとうございます。